はい、テイルズオブレジェンディア実況プレパート53やっていきたいと思います。前回4つの、モニュメントをすべて回って、非番を多分4つ全部集めたというような状態になりましたね。これからまた一旦拠点に戻って、情報整理していくみたいな感じになると思うんですけれども、一旦街に戻ってね、今パンの補充をしたところです。あちこち歩き回ってね、あの非番たちを一体どこに収めるのかっていうのは先に見ちゃったわけですけれどもね、とりあえず一旦物語に従って進めていこうと思います。抜けなだけか、普通がちょっと遅れてるのか。 J 操作で強殺連打するか。でおめえは怒ってんじゃん。何もなければこれで一旦行きたいね。よし、いいでしょう。J 使うことがあんまりないからね、まあ。今日パターン級じゃないんだ。もし大沈下が起きたら大陸全部が海に消えちゃうのかな。前回と同規模なら確実にそうなりますね。総画法どころの騒ぎではないな。総画法は山を吹き飛ばすくらいですけど、今度は大陸すべてが標的ですから。マウリッツの言う陸の民の粛清とはそういう意味だったのか。私らは陸がなきゃ生きてけない。沈められたらお手上げだよ。あの塔みたいなのが鉱石欲か。でしょうね。鉱石欲こそ敵の秘密兵器の正体です。敵？大沈下を引き起こす装置か。りっちゃん本気なのかな。とにかく敵の目的がはっきりしたのは収穫です。今まではそれすら曖昧でしたからね。ちょっと待て、どうして水の民を敵呼ばわりするんだ。今までそんな言い方しなかっただろう。状況を正確に認識するためにはこの方がいいと思いまして。あのな、みんな本当にシャーリーが大沈下なんて起こすと思ってるのか。それはそんなことあるわけないだろう。シャーリーだぞ。そう言われてもね、僕たちはシャーリーさんのことよく知りませんし。だったら教えてやる。シャーリーはな、虫一匹殺せない性格なんだよ。大陸を沈めて人類を滅ぼすなんて、そんな大それたことできるはずがない。おい、どうしたんだよ。俺の言ってること信用できないのか。大丈夫だって、きっとなんとかなる。いい加減にしてくださいよ。
どうして大丈夫だなんて言い切れるんです？シャーリーさんはあなたにとって何なんですか？何って、今さら妹だなんて言わせませんよ。現にシャーリーさんはあなたに決別を宣言しているでしょう。ジェルボー、兄弟ごっこの時期はとっくに終わってるんだ。あれ、物には言い方ってもんがあるじゃろが。言葉を選んでる場合じゃないでしょう。大沈下が起こってもいいんですか？そうか、別に悩む必要なんかないじゃないか。どういうこと？大沈下さえ起こらなければいいんだ。それなら誰も文句はないだろう。シャーリーを説得する。セネル、それは俺が話せばきっとシャーリーは分かってくれるはずだ。あなたのその自信がどこから来るのか知りたいですよ。向こうの方が光ってるよ。何の光だ？ソーガちゃんが私たちのこと呼んでいるみたいね。きっと俺たちを手助けしてくれるんだ。行ってみよう。どうしよう。行くべきだろう。このまま放っておくわけにもいかん。それじゃすぐに出発しましょうか。俺が何とかしなくちゃ。そう、俺が。うん。エルネスの様子は相変わらずだ。先の戦いでバーツラフの手勢を何人か捕虜にしていたな。王城の一室に幽閉してある。そいつらを尋問してある条件を満たす者を探し出してほしいのだ。条件の内容とは、うん、さてと、こっちのちょっとアイテムの補充を。え、ピアノか。では早速。光の所まで行ってみよう。ここから反対側の海岸が光っているな。反対側。急に、あ、でも、急に敵出ねえなと言おうと思ったら出たわ。これ、あ、もういいんじゃね？衣装止められた。絶妙だなった。バルトアラー。はあ、迫撃交渉ライン遅い。暗送波、暗送波無駄です。現入する。ダイこの船でやる。遅い、暗送ホームラン。衣装止められたか。許しません。これでしのげ。魔人剣見るから。遅い、余力を残した方がいいですね。迫撃、鍛錬に流した汗の分だけ血を流さずに済む。だからって。
ボロ標準。ビルは蘇生なんもないんだっけか。ねえな。しょうがないな。あ、ここだ。レオグリフェリア。ちゃったわね。こんなとこに絵が描いてあるよ。部分的に欠けているところがあるのはわざとかな。1、2、3、4箇所か。4箇所だって。セネルさん、今まで拾った碑盤を地面に並べてもらえますか。私らが拾った碑盤ってここにあるやつの一部みたいだね。ふん、どうやら俺たちはソーガに試されているようだな。どういうことだ。ここに並べた碑盤を正しい位置に当てはめろということでしょう。歴史順ってこと。どれがどれだか覚えてねえんだけど、見た目。最初に手に入れた碑盤です。2番目に手に入れた碑盤です。白くて四角い船が陸から離れるのを人々が見送っている様子を描いています。歴史順に並べろってことか。3番目に手に入れた碑盤です。白くて四角い船が空から降りてくる様子を描いています。4番目に手に入れた碑盤です。大沈下が起こる瞬間の遺跡船が光に包まれる様子を描いています。どの順で並べりゃええんじゃ。テーパー王のむしろちょっと、ま、あの模様がさ、ああいうふうになってんじゃん、ちゃんと。はい、こんなところじゃないか。そうだな。時系列に沿って起こった出来事の順に並べたんですね。考え方としてはしっくりくるな。基盤が光った。正解ってことなんじゃない。やったのう、瀬野寺。ソーガの意図は俺たちに歴史の真実を伝えることだろう。白くて四角い船が空から降りてきたとき、全てが始まりました。人類と後発人の出会いだな。しかし二つの種族は不幸にも戦いの道を歩むこととなった。勝ったのは人類、我らのご先祖だったわけじゃな。敗れた後発人は船の上に新天地を求めました。そして生まれたのが幻想王国か。しかし後発人は人類に対する恨みをその後もずっと保ち続けていました。そして大沈下を引き起こしたと。
が光り始めたよ。これってソーガチンが私らに語りかけてるんじゃない？僕たちがソーガの声を聞けないことは向こうだって分かっているはずです。ソーガは語りかけようとしているんじゃない、むしろ逆なんじゃないかな。今度は僕たちが回答を求められているのだと思います。俺たちがこれからどうする気なのか知りたがっているということか。決意表明をしろってことですよ。ウィルチ、どうして爪光らせてんの？ソーガちゃんがウィルちゃんとお話ししたがってるんじゃないかしら。俺と？俺は大陸を追放された身だ。今となってはそれほど思い入れはない。ハリエットも遺跡船にいることだしな。だからといって大沈下が起こるのを見過ごすことはできん。平穏な人々の暮らしを一方的に奪うなど許されるはずがない。たとえそこにどんな理由があろうと大沈下は絶対に阻止する。これは義務だ。真実を知った俺の義務だ。レイナードの爪の輝きが増している。さては清掃術か。これは全身にとてつもない力が流れ込んでくる。俺は強大な力を手に入れた。それをはっきりと実感できる。危ねえやっちゃ。清掃術じゃ。やっぱり清掃術あったんじゃ。お、よーし、次はワイの番じゃない。ワイはマウリッツとワノジを倒しゃ、ジョーちゃんが元に戻る信じちょる。大沈下なぞ絶対起こさせんわ。安心せ。これじゃ、これが清掃術じゃ。とうとう手に入れたぞ。全身の細胞に力がみなぎるわ。これで爪が虹色に輝きゃ完璧に言い伝えの通りじゃったんじゃが、ま、細かいことは抜きじゃな。あたし？いや、参ったね。あたしはほら、エバーライトを見つけたいだけだから、大それたことはやりたくないんだよね。そんなの、あたしの柄でもないし。でも、大沈下が起こるのは、やっぱり困るかな。家出中とはいえ、向こうには親もいるし、このまま死なれたんじゃ、後味悪すぎ。ノーマが家出していたなんて初耳だ。とにかく私はこれからも楽しくエバーライト探しを続けたいの。そのために大沈下を止めなきゃってんなら仕方ない、やるかって感じ。あ、なんだかソーガチンとの距離が縮まった感じがする。私、選ばれた戦士ってこと？似合わねえ、恥ずかしい。次は僕ですか。僕が遺跡船に来てだいぶ経ちます。
遺跡船こそが僕の故郷なんです。だから大陸がどうなろうと別に知ったことじゃありません。でも大沈下を起こした後発陣が遺跡船をこのままにするとは思えません。だから僕は大沈下を止めてみせます。僕にとって大切な遺跡船を守るために。なるほど、これだけの力があれば地上でも操術が使えそうですね。目的を遂行するには十分だな。ソーガとの距離が縮まった感じ、僕もわかる気がします。でしょでしょ。操術の本質はソーガと通じ合うための手段なのかもしれませんね。その究極がメルネスというわけか。ええ。ささ、次は誰？あら、どうして私の爪光ってるのかしら。今までの流れ見てなかったのか。海に向かって何か言うんじゃ。アヌさん、こんにちは、ソーガちゃん。はい、サツカよ。まあ、爪がピカピカしてとっても綺麗ね。ノーマちゃん、モーゼスちゃん、これでよかったのかしら。なんで挨拶しただけで清掃術を託されるんじゃ。私の番か。私は人類と後発陣の和平を諦めるつもりはない。シャーリーを倒すためでしかない力など欲しくはない。甘い理想主義と笑われるかもしれないが、私に言わせれば理想がなくてどうするだ。私が欲しいのは大沈下を止めるための和平の道を探るための力だ。こんな私でも構わないというのなら、ソーガよ、力を貸してくれ。ソーガ、私を認めてくれるのか。これがソーガに託された力か。確かに今までとは充実感が違う。だが責任の重さも痛感するな。せねせね、最後なんだからビシッと締めなくちゃダメよ。あれ？セネル、お前、なんで？なんで爪が光らないんだ？わからない。クソ、どうして？そうか、悪い冗談はよせ！おい、待てよ！まさか俺だけ認めないってんじゃないだろうな。そんなバカなことがあるか。シャーリーを説得できるのは俺だけだぞ。クーリッチ、俺が行かなくちゃダメなんだ。俺じゃないとシャーリーは。待ってくれ、ソーガ。おい、ちょっと、なんでこうなるんじゃ。これは予想外だったな。こんなことって、起きる言葉が見つからねえね。くそー、なんでだよ、なんで俺だけこんな目に遭うんだ。
俺の何がいけないって言うんだ、何が足りないって言うんだ。それはなあ、わかんないよそんなの。時間がないってのに、シャーリーを止めなくちゃいけないってのに、なんでだよ、なんでこうなるんだよ。セル、ウィル、一旦気持ちを落ち着かせるんだ。わかったな。今後の対応策を協議する。ベースキャンプに戻るぞ。いいな。でもまたねえ、序盤の頃もあったけども、この仲間外れにされてる感ひでえな。あのさ、今の時のが、まあいいや。じゃとりあえず今回はここまでにできないセーブポイントが、ね、必要だった。ここはもう外扱いじゃないんだもんね。セーブポイントまでは移動しなきゃ。え、ザキか。やれやれだな、面白いのだろう。電荷弾光モーターちゃった、ま、バルトアロー。電荷弾見切った、スプレッド。電荷弾、ボンボン押してる。電荷飛脚、まずいまずい、バルトアロー。電荷飛脚、なんだフリーズランサーの威圧感は。なん、はい、さてね、まあ総画に選ばれた、6人の仲間たち、まあ総画を求める理由が結構全員バラバラでね、どういったところがみんなは良くて、どういったところはシネルはダメだったのか、まあわからないままですけれどもね。とりあえずはまた次回、またベースキャンプに戻ってビルの言う通り情報を整理していくというか、これからの行動について、考えていくっていうことが必要みたいですね。はい、まあそんな感じで、テイルズ・オブ・レジェンディア、実況プレイのパート53、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。